ハイドは日本のミュージシャン、ギタリスト、歌手、プロデューサー。神奈川県横須賀市出身。1987年から1997年まで X ジャパンのギタリストとして日で名義で活動。2007年の X ジャパン活動再開以降も正式メンバーとして在籍。 1989年にアルバムブルーブラッドで X のメンバーとしてメジャーデビュー。愛称はヒデさん、ヒデくん、ヒデちゃん。身長 170cm、血液型 AB 型。1993年よりハイド名義でソロ活動も開始し、1996年にはレコードレーベルレモネードを設立。 1997年の X ジャパン解散後は、ハイドウィズ・スプレッド・ビーバー及びジルチでの活動を開始するも、1998年5月2日に、急性。少年時代は、肥満から来るコンプレックスのため、内気でおとなしい子供であった。小学生の頃、太っている生徒は、休み時間に校庭を走らされるという罰があり、その中にハイドも入っていた。この頃、 深夜ラジオでロックに出会い、ロックミュージシャンは痩せてなくては、とダイエットしたという、学習塾や習い事に忙しく通っていた。祖父の松本家から医者を出せという命令もあり、卒業文集では医者になって見放された患者さんを助けてあげたいと綴った。アメリカへの集団でのホームステイも経験している。そこには、本邪魔家のめぐみとしあきも参加していた。 ユナイテッドの横山明弘とは幼馴染みであり、互いにプロになって以降も交流があった。中学時代、友人がきっかけでロックに興味を持ち、祖母にギブソン製エレキギターを買ってもらい、バンドを組むも活動はしておらず、そのまま県内屈指の進学校の高校へと進学した。高校がエレキ禁止であったためにバンドを組めずにいたが、 横須賀のドブ板通りに通うようになり、そこで出会った友人らと X 加入以前に活動していた唯一のバンド、サーベルタイガーを組んで活動する。また、おばあちゃん子であったハイドは、美容院を営んでいた祖母からの影響を少なからず受けている。X デビュー当初は、祖母のサリーを借りて、ステージ衣装として使用したりしていた。若作りでおしゃれな人物であったために、 後のファッションなどの基盤となった。高校卒業後にハリウッドビューティ専門学校へと進み、卒業して実際に美容院で働いてもいた。サーベルタイガーを解散した時には、すべての音楽活動からは足を洗って、美容師として生きていこうと決心し、いくつかのバンドから誘いがあったのをすべて断っていたが、結局はヨシキの誘いで X に加入することになる。 インディーズバンドの発掘に力を入れ、エクスタシーレコードでは、バンドリサーチ担当として、ルナシーやグレー、ジー、キル、ディープを発掘し、また、自身でもレモネードレーベルを立ち上げ、ゼパッドストア、バイナル、トゥリーズオブライフなどのバンドを発掘した。テレビやゲームが好きであり好んで視聴したり、遊んだりしていた。またコンピュータに強い興味を示しており、90年代前半には、 すでにライブでパソコンを使ったギミックを披露していた。1995年には自身で制作したホームページを開設している。テレビ番組の中では特にお笑い、番組が好きで当時人気を誇っていたダウンタウンのゴッツええ、漢字などがお気に入りであり、ダウンタウンのファンでもあった。また、スーパーファミコンソフト、スターフォックスにハマっていて、デビューシングルのアイズラビューの ミュージックビデオは、そこから得たアイディアを取り入れている。また、子供好きでも有名で、弟でマネージャーを務めたヒロシに、子供が生まれた時には、とても喜んでおり、大きなぬいぐるみを買ってあげたりもしていた。また、1994年のソロツアーではアンコールで、観客の子供をステージに連れてきて、一緒に歌ったこともある。しかし、自身に子供が欲しいかを聞かれると、 もし自分に子供が生まれたらツアーや仕事で何日も留守にするなんて絶対に無理だと思うしすべての情熱を子供に注いで音楽はないがしろになってしまうかもしれないからいらない。広ロに子供が生まれたから俺は子供はいらないし結婚もしないと語っていた。また世界一の親バカになる自信があると語ったこともある。中学生の頃 初めて聞いたキッスのレコードに大きな衝撃を受け、ロックに目覚める。以後は様々なロックを聞きあさるようになり、その中でキッス、ザ・クラッシュ、アイアン・メイデン、ディープ・パープル、バン・ヘイレン、ダムド、レッド・ツェッペリン、ジャパンなどに影響を受けた。バウアウの山本教授ファンではあるが、ハイドの代名詞となる、モッキンバードは、同じバウアウの斉藤光弘が使用していたのが気に、 なったことがきっかけであると語っている。X のサイケデリック・バイオレンス・クライム・オブ・ビジュ・ショックというフレーズを考案した。これがビジュアル系という言葉を生み出したのはハイドと言われるゆえんである。また、ハイドが音楽界に与えた視覚名や音楽面の影響は多大で、音楽ライターの市川哲次からビジュアル系はハイドから始まってハイドで終わったとも言われている。 後に有名になるマリリン・マンソンだが、まだ無名時代から、ハイドの大ファンだったという。X に加入しての初仕事は、天才、たけしの元気が出るテレビ、の企画で行われた、八代食堂でのライブであった。1989年4月、X のギタリストとして、アルバム、ブルーブラッドで、メジャーデビュー。X では、ギター以外にもバンドのビジュアル全般を担当し、 メンバーの髪のセットなども言っていた。主にヨシキが X の作詞、作曲を行っていたが、日でも一部の曲で作詞、作曲を担当。X での活動と並行して1993年1月21日に、ルナシーの J とイノランと共に、マクサクススックス名義で、オムニバスアルバム、ダンスニノイズ004に参加し、同年8月5日に2枚のシングル、 アイズラビュー、50%&50% 50を同時発売し、ソロデビュー。9月29日には、ジ・キルのタスクと映像作品、セスイホルスを発表する。1994年2月、初のソロアルバム、ヒデユアフェイスを発売。ジャケットの仮面のオブジェは、映画、エイリアンなどで知られる、HR ギーガーによるデザイン。また、同年3月から4月にかけて、 初のソロツアーを開催した。1996年、アマチュアバンドであった、ゼパットストアの楽曲や存在を世間に知らしめたいという動機から、レーベル、レモネードを立ち上げる。5月22日に、同名タイトルのオムニバスアルバムとビデオを発売する、ことで、レーベルの存在を公にした。また、6月より、ソロアルバム制作を開始し、9月2日に、 セカンドアルバム、サイエンスを発売。1997年9月、都市の脱退により、X ジャパンは解散を発表し、同年12月31日のザラストライブをもって X は解散。その翌日の1998年1月1日、ハイドウィズ・スプレッド・ビーバーとして、朝日新聞市場に全面広告を掲載。同年一月十八日にシングル、 ロケットダイブを発売。1998年5月2日の朝7時30分頃、自宅マンションの寝室にて、ドアノブにかけたタオルで首をつって、呼吸停止した状態になっているのが同居していた、婚約者によって発見され、病院に搬送されたが午前8時52分に死亡が確認された。33歳ボーツ。後に、 ファンが後追い自殺をするなどの事態が発生したという。5月5日に関係者のみ300人を集め密葬が取り行われ、5月6日に通夜、5月7日に告別式が催され、両日はファンの喧嘩を受け付け、連日ファンが退去して押し寄せた。国別式には、都市、大治を含む X ジャパンのメンバーをはじめ、のあった音楽仲間や、 業界関係者も参列した。告別式はテレビで生中継された。1998年5月1日、ハイドはスプレッドビーバーのメンバーと共にフジテレビ音楽番組ロケットパンチの収録を行う。これが生前最後に収録した番組となった。その打ち上げ後、日付をまたいでさらに飲み、泥酔したハイドはマネージャーの弟、 ヒロシが運転する車で自宅マンションまで送られた。5月2日朝7時30分頃、ハイドは自宅マンション寝室のドアノブにかけたタオルで首をつった状態で発見された。その後、病院に搬送されたが午前8時52分に死亡が確認された。病院に着いた時はすでに心肺停止状態だったという。 当日午後3時頃から、元 X ジャパンのギタリストハイドが死亡、警視庁は自殺と断定と速報で報道された。ハリー・ゴー・ラウンドの歌詞や、ラジオ番組、オールナイト・ニッポ・ガーでの発言が、意味深長で自殺に関連するのではないかという見方や、はたまた事故ではなく自殺だと断言している人間の存在までもあり、様々な見解がある。警察は、雑誌取材などに、 牽引にしては、首の輪が小さく、むしろ死を意図するものであった。また、バンドや音楽活動で悩み狩猟が増えていたと聞いており、突発的に死に踏み切ったのだと思われると答えている。恋による自殺か、不慮の事故かは不明であり、遺書や死にたいと自殺をほのめかす発言がないことや、ドアノブに柔らかいタオルで自殺する方法は珍しい、ことから、不慮の事故とする説がある。 ヨシキは、彼は自殺するような人間ではないと発言している。1998年10月24日、ハイド不在の中行われた、ハイドウィズ・スプレッド・ビーバーツアー・アピア、1998トライバルジャズー公演前に行われた、記者会見で、マネージャーのヒロシは、ハイドは、生前、ひどい肩こりと変頭痛に悩まされており、性骨異が行う。 首の牽引によるストレッチをしていた。いつものように牽引していたが、帰国直後の時差ボケと低水状態であったために起こった事故であり、自殺ではないことを改めて発表している。2014年8月22日、中井雅宏の金曜日のスマタチへに出演したトシュルがハイドの死について自分が洗脳されていなければと自責の念を述べた。 1998年9月に出版されたハイド真実のストーリーにはコンサートで行われる予定であった首吊り自殺の演出の練習を酔っ払ったまま行ってしまい死んでしまったと書き記されている。ハイドの墓ハイドの遺体は5月3日に東京都中央区築地の築地本願寺に安置された。夕方、吉木がロサンゼルスから帰国し、成田空港から築地本願寺に直行。 吉木は最初これを悪い冗談じゃないかとも思っていたが、飛行機の中での正式な報道を見た瞬間に現実であることを受け入れ号泣したという。翌5月4日、週が明け本格的にワイドショーなどで大々的に取り上げられる。築地本願寺にファンが集まり始め、その数は5万人規模となる。夕方に、吉木が寺の正面に姿を現し、 報道陣を前にメッセージを発表した。5月5日には、遺族、親族、X ジャパンのメンバーをはじめとする音楽関係者など300人を集め密葬が取り行われた。そのままファンは絶え間なく押し寄せ、その数は数千人にも膨れ上がった。また、疲労と振動が重なったファンが次々と倒れ、救急車で病院に搬送された。さらに、 ハイドが自殺と報道されていたために、ファンの後追い自殺が築地本願寺境内をはじめ全国で相次いだ。そのため、翌日には警視庁の要請で X ジャパンのメンバーが記者会見を開き、自殺を思いとどまるように訴えた。5月6日の通夜、5月7日の告別式の両日は、ファンの喧嘩を受け付け、連日ファンが退去して押し寄せた。 中には単なる通行人や野獣馬もいたとされるが、通夜、国別式に5万人近くが集まったとされ、隅田川沿いに2の 3km のファンの列ができたことも報道されていた。ファンは列に並ぶ際、パニックになるようなこともなく、むしろ近隣住民の迷惑にならないように、ゴミ拾いまで進んで行うそこの良さであったと、葬儀翌日の朝日新聞、天聖人語に掲載されているほか、 本社が築地にあるという場所柄、銀座の花屋が空になった地下鉄の車内は花の香りでむせ返るほどだった等の記者の証言が数多く残されている。また、本願寺の外ではハイドや X ジャパンの楽曲が流れていた。5月7日の告別式はテレビで生中継された。告別式には、脱退した都市、大治を含む元、X ジャパンメンバーをはじめ、 信仰のあった音楽仲間や業界関係者が列席した。築地本願次回3以来初めてのグランドピアノ持ち込みによる良識の伴奏で、都市が X ジャパンのフォーエバーラブを歌った。ハイドのグッバイが流される中、午後3時40分出館。道路に交通規制がかけられ、一般車両を完全に止めた状態であったが、ファンが退去して道路に広がり、 霊柩車を追いかける者まで現れる非常事態となり、築地本願寺周辺がパニック状態になった。その後、ハイドは渋谷区の与々畑祭場でダビに付された。与々畑祭場周辺も築地本願寺同様ファンが退去して道路に広がり、霊柩車が祭場に到着するシーンも追いかける者まで現れる非常事態となり、これもパニック状態になった。 光明秀の臨釈辞音。遺骨は49日法要をもって神奈川県三浦市の三浦霊園に納骨され、一部はロサンゼルスの海に当時のジルチのメンバーや弟、ヒロシによって散骨されている。2013年3月に何者かの手によってハイドの墓石が刃物のようなもので傷をつけられるという事態が発覚した。そのため、 鬼物村開催で調査を行うこととなった。13回期にあたる2010年5月2日には、築地本願寺で法要が行われた。法要には、約3万5千人の関係者やファンが参列した。1998年5月13日にシングル、ピンクスパイダー、5月27日にシングル、エバーフリーが生前に予定されていた通りに発売。七月十三日、 生前に、レイマクベイとポールレイブンと共に結成された、プロジェクトジルチのファーストアルバム3.21が発売。10月21日、未発表曲としてシングル、ハリー・ゴー・ラウンドが発売。これは、生前に撮っていた仮歌の音源を使用して、ハイドと共に、最もレコーディング作業に深く関わっていた INA によって制作された、11月21日、アルバム、 ジャズーが発売。このアルバムは、生前には、未完成であったが、スプレッド・ビーバーのメンバーや、サーベル・タイガー時代からの仲間である京や菊池明などの参加により完成された。死去からちょうど1年後の1999年5月1日、トリビュートアルバム、ハイド・トリビュート・スピリッツが発売。ハイドに縁のあるミュージシャンや、ハイドがボーイ時代からファンであった。 保定イトなどが参加。2000年7月20日、故郷である神奈川県横須賀市の海岸沿いにある京浜急行電鉄所有の土地を利用し、記念館ハイドミュージアムが開館。衣装や楽器などハイドにゆかりのある品々を展示、併設のカフェレサイエンスではライブも行われた。オープン式典には X ジャパンファンを公言し、 設立にも協力したという衆議院議員の小泉、純一郎も出席。横須賀市内を走る京浜急行バスでも、ハイド並びにハイドミュージアムをテーマにした路線バスを3台、制作、運行させている。7回期にあたる2004年5月2日には、フィルムギグなどのイベントが開催された。2005年9月25日に記念館は閉館。 当初は3年間の期間限定であったが、結果的に5年に延長された。閉館後も展示品などは時期を見て公開する予定であるとされている。2007年4月1日、浦原宿に移転し、レモネードショップがオープン。2007年10月17日、X ジャパンが再始動。新曲、IV は生前のハイドの演奏を、 デジタル加工して使用されており、念願としていた世界デビューへ、ハイドも同行する形が取られた。10月22日のミュージックビデオの撮影には、ハイドの立ち位置に空席のマイクスタンドとハイドモデルのエレキギターが設置され、ヨシキがハイドの人形を持って登場するなど、ハイドも一緒であるということが強調されていた。2008年3月28日に東京ドームで、 開催された XJAPAN の復活ライブでは特殊映像などを駆使して再現されたハイドの立体映像が登場。2008年5月3日5月4日、味の素スタジアムにてハイドを追悼するための10周期追悼ライブハイドメモリアルサミットが開催された。多数のバンドやミュージシャンが出演し、5月3日に出演したハイドウィズ・スプレッドビーバーと5月4日に出演した。 XJAPAN では、ステージに設置された巨大モニターに、生前のハイドの映像を放映する形で共演。2013年は、ソロ活動20周年。2014年は、生誕50周年のメモリアルイヤーとなり、ハイドミュージアムの8年ぶりの復活など、様々なプロジェクトが進められた。2014年12月10日、生誕50周年アルバムとして、サードアルバム、 通に収録される予定であった未発表曲を含むベストアルバムコギャルが発売された。収録内容も新曲のコギャルに加え2002年7月にリリースされたベストアルバムハイドシングルスジャンクストーリーに収録された15曲をジャンクストーリーから順番に歴史を遡るように収録している。なお、この15曲はボーナストラック扱いである。 また、初回限定版には、コギャルのデモ音源も収録され、怪人カードが、初回限定版、通常版にも封入された。これにより、完全に幻の曲は、ゾンビ、S ロックの一曲となった。この曲はタイトルしか判明しておらず、メロディー、歌詞ともに、ハイドの頭の中にしか存在していないため、音源化は不可能である。2015年5月24日、 生誕50周年記念ドキュメンタリー映画、ハイド・フィフティーズ・アニバーサリー・フィルム、ジャンク・ストーリーが全国の映画館で公開され、また、世界各国でも公開された。2016年1月29日、日本人、ロックアーティスト初として、約14万字に及ぶ膨大なヒストリー、未公開を含む、約100枚以上の貴重な写真、母子手帳、成績表、名刺。 サイニ色紙、イラスト、作品発売のポスター、ライブチケット、スケジュール表、日本レコード大賞特別賞の賞状、ハイドミュージアムオープンのポスター、ハイドミュージアムのパンフレットなど、お宝アイテム約50点で構成された、豪華の大型本、ハイドパーフェクトトレジャーズが発売された。2016年7月18日、1996年に千葉マリンスタジアムで、 翌年には、都内5カ所のクラブを、インターネット配信で、同時中継した伝説のイベント、ハイドミックスレモンド・ジェリーが、マイハマアンフィシアターで開催された。2016年10月14日から16日までの3日間に、渡って幕張メッセで開催されたビジュジャパンサミットに、X ジャパン及びハイドウィズ・スプレッド・ビーバーのメンバーとして出演。なお、ハイドウィズ・スプレッド・ビーバーは、 2008年5月に味の素スタジアムで開催されたハイドメモリアルサミット以来約8年ぶりの最終決であった。2016年10月15日、伝説のセカンドソロツアー最終公演を 3D 映画化したハイドソロツアー1996サイエンス英語号マイナスが全国で公開された。2017年3月3日、 XJAPAN のドキュメンタリー映画 We AreX が全国で公開された。2017年8月5日、ハイドミックスレモンド・ジェリーが新規バスタジオコストコストで開催された。2018年4月28日29日、ハイド・トゥエンティースメモリアル・スーパー・ライブ・スピリッツがお台場野外特設ステージで開催された。ハイドと交友関係のあるアーティストが多数出演。 ハイド・ウィズ・スプレッドビーバーのメンバーは、ビジュ・ジャパン・サミット以来約1年半ぶりに集結。2018年5月26日ドキュメンタリー映画、ハリー・ゴー・ラウンドが全国で公開された。2019年5月2日、クラブチタ・川崎にて、ハイド・メモリアル・デー2109春に会いましょう喧嘩式が開催された。2019年12月8日、クラブチタ・川崎にて、 ハイドバースデイパーティーが開催された。2020年8月30日裏原宿のレモネードショップが新型コロナウイルスの影響で閉店。なお、オンラインショップは続行中である。レコーディングエンジニア、マニピュレーターであり、ハイドウィズ・スプレッドビーバーのメンバーでもあるイナは、もともと X のレコーディングスタッフとして参加していたスタッフであった。百九十三年より、 ソロ活動を開始するにあたり、作品の制作に全面的に参加。自宅でのデモテープの制作をする際も常に、イナと共同で行い、ハイドというミュージシャンを松本秀人とイナの二人でプロデュースしているという感覚であったとしていた。デモテープ制作の段階で、すでに質の高さを追求していたとされ、質の高いデモテープを作ることによって、レコーディングに携わる人間に対して、 曲の意図をより明確に伝える目的があったとされる。なお、アルバム、サイエンスの収録曲、ラッシーは、あえて、デモテープの音源をそのまま収録。いわゆる、裏方であった稲を、ツアーメンバーとして無理やり表舞台へ引っ張り出したとされ、後のハイドウィズ・スプレッド・ビーバーのメンバーとしての、活動までに至った。1九9六年、ゼパットストアの音楽に影響されたことをきっかけに、 レコードレーベルレモネードを設立。永続語であるレモンに過去形のエドをつけて不良品だったという意味を込めた命名である。また同時に大量生産されるこの時代でわずかな確率で生産された不良品が似た者同士のアーティストの中で異彩を放ち、僕たちもかつては不良品だったと笑えるようにとハイド自身語っている。音楽以外には ファッションやグッズの販売店や、美容院、フォーミューラ日本のチームルマンのスポンサーにもなった。毎年夏には、ミックスレモネードジェリーを開催。ジルジは、レイマクベイ、ポールレイブンというメンバーと共に結成したバンドである。当初のメンバーはファイドを含めた3人とされているが、様々なミュージシャンを加えるなど、あえてメンバーの固定化をしない柔軟な体制でもあった。ロックンロール、パンク、 ヘビメタル、グランジ、オルタナティブ、インダストリアルといった、それまでのロックを消化した、新しい形の非常に前衛的なロックを目指していた。完成されたアルバム3.21は、邦楽と洋楽というか絹を超えた、非アメリカ人によるアメリカへ向けての挑戦状であった。ハイドに求められる音楽と、ハイド自身がやりたいと望む音楽とのギャップを取り除き、 ハイドがやりたい音楽を純粋に良いと思う音楽を作るという目的もあった。ハイドがいなくなった後にリリースされた3.21のブックレットにはハイドへ向けたマクベイとレイブンのメッセージが寄せられた。アルバムリリース後にツアーなども構想されており、真夏のロックフェスティバルであるサマーソニックの全身フェイスビューティフルモンスターズツアーではマリリン・マンソンとの共演も予定されていた。 マリリン・マンソンからは、前座でいいからやらせてくれ。その代わり、アメリカを回るときは、一緒にやろうと対番を申し込まれたりもしていたとされる。残されたメンバーや様々なミュージシャンによって、活動は継続されていたが、2007年10月に、ポール・レイブンが死去したため、今後ジルチ名義での楽曲制作が行われるかは、不透明である。 難病であるライソゾーム病を患ったファンである少女、キシマユコのハイドに会いたいという願いを支援団体のメイクアウィッシュを通じて受けたハイドは1995年12月31日、X の東京ドームライブで少女と会い、ライブの打ち上げにも招待して少女を友達だと紹介し、少女から不自由な手で2ヶ月かけて編んだマフラーをハイドにプレゼントされた。その後も手紙を送ったり、 お見舞いに訪れたりという交流を持ち、少女を励ますことになった。少女への手紙には、昔のこととか初めてのドームのこととか忘れていた、いろいろな絵が見えてきて、かなり感動したんだ。おかげで思い出さなきゃいけなかった、いくつかのことが頭に焼きついたと感謝の言葉を残している。1996年3月28日に、少女は治療のために、 骨髄移植手術を受けたが、手術後の1996年4月1日に、拒絶反応のため心臓に水が溜まり帰得状態となり、彼女の母親から、ハイドさんの声だけでも良いから聞かせたいと電話を受けた。時にはその日の予定をすべてキャンセルし、病院へ駆けつけて、数時間の間励まし続けた。結果、その晩に帰得状態を抜け出し徐々に病状は良くなって、 数ヶ月後には退院することもできた。その後に、ハイドは、できることをするだけと、あくまで個人的に、骨髄バンクに登録をしたが、その際に所属事務所が独断で急遽記者会見を、セッティングしてしまい、パーソナルマネージャーを務める弟、ヒロシは、そのことを一切知らなかったと後に出版した、追憶本、兄弟の中で明かしている。記者会見自体は行われたが、 会見終了後に、ハイドは、これじゃあ、売名行為じゃねえか。もしそんな風にマスコミに書かれてその娘が傷ついたら、どうすんだ。と言って、彼を殴り飛ばした。事前活動をひけらかすような行動を嫌ってのことで、あったが、結果的には、この報道が、骨髄バンクの認知度向上に大きく貢献することとなり、以後もボランティア活動を続けていた。岸真由子は、 肺度が他界した11年後の2009年9月30日に和歌山市内の病院で肺出血による呼吸困難により28歳で他界した。両親は現在和歌山市内でレモネードカフェを営んでおり、2階に設けられたライブスペースにはゆかりのミュージシャン等がたびたび訪れライブが行われている。 ファン思いであることが有名で、大物になるほど回避しがちな TV 出演について、地方でライブに来られない、ファンのためにモデルと、積極的であったり、チケット代も安くないのに、さらに高いお金を使わせるのはいけないと、ソロ活動についての関連グッズは、すべて5000円以下であったという。ハイドが初めて手にしたギターは、新古品のギブソンのレスポールであった。 祖母に無理だと思って頼んでおいたら、在日米軍横須賀基地内に出入りができたので、フリーマーケットで買ってきてくれたという。当時は現在以上に高級品でロック好きには憧れの的であったために、隣の学校や友達の友達という人までが自宅にギターを見に来るという状況になった。だがそのギターは、PA 曰く金がなかった頃に売っちゃったのかもしれないとのこと。 そのため、記念すべき、ハイドの最初のギターの行方は誰にもわからない。ハイドの勤めていた、美容院の常連に、ヤクザの娘がいて、その常連が行方不明になった時、その常連の日記の最後に、松本秀とサーベルタイガーと書いてあったため、その関連性を疑われ、車に乗せられる。富士の樹海まで連れて行かれ、自白するよう強要されたが、ハイドは、わからない。 と主張し続け、なんとか解放してもらう。サーベルタイガー時代、当時後に、X で一緒になる胎児率いるデッドワイヤーのドラム、鉄を迎えようと電話したところ、鉄は、留守で、母親が出てきて、伝言を頼んだ。しかし、本名を名乗っていたため、鉄には、松本さんという方から、一緒にバンドをやりませんかとしか伝わらず、無視することに。しかし、 サーベルタイガーに加入するという噂がデッドワイヤーに広まってしまい、鉄とタイジが大喧嘩。結果、引っ込みのつかなくなった鉄がサーベルタイガーに加入したが、これが元で一時ハイドとタイジの中は気まずいものになった。また、今日をサーベルタイガーのメンバーに加えようとしたとき、待ち合わせ場所に今日がライブ並みの格好で現れ、ハイド曰く、 もうせの10回のごとく人が避ける様を見て、他人のふりして逃げようかと思ったと言っている。ただ、今日も、お前も人のこと言えなかったろうがと返している。サーベルタイガー解散の理由は、REM が仕様でライブをすっぽかし、裏でローディーがギターを弾いてごまかすという事件があり、これに疑問を持った鉄が脱退を表明、それを聞いたハイド京都機も、今のメンバー以外にはありえないとして、 解散を決意した。解散後も、ハイド今日、鉄は、お互いに、自分のバンドを持っているにもかかわらず、元サーベルタイガーのですと言っていた。ハイドが、サーベルタイガーを解散させ、ミュージシャンを辞める決意をしたとき、信仰のあったミュージシャンにそのことを電話で話した。しかし、サーベルタイガー時代から、ハイドの活躍ぶりは有名で、中にはバンドへの誘いもあったが、すべて断ってきた。 最後に、ヨシに電話をかけて辞めることを伝えた。俺、美容師の免許を持ってるだろ。実家のある横須賀に帰って、美容師になることにしたよ。もう、ギターは捨てると伝えたところ、X でもう一度やってみないとヨシから誘われる。それまで全てのバンドからの誘いを断ったにもかかわらず、ヨシからのこのオファーには、ちょっと考えさせてと返答を保留した。後日、 よしきから X のリハーサルがあることを聞いたハイドは、池袋のスタジオで、X の演奏をじっと見つめていた。リハーサル後、池袋の居酒屋でハイドは X に入ることをよしきに伝えた。よしきを、はじめ X のメンバーたちは感情を爆発させ、興奮のあまり規制を発した。かねてよりゲームやパソコン通信に高い関心を持っており、出演した深夜番組にて、 その将来性を力説していた。インターネット例明期の1995年には、すでに自身のホームページと専用メールボックスを開設している。X 加入当時、X が得意としていたテンポが速い激しい曲を弾いた。経験がなく、全く弾けず、死に物狂いで練習したという。バニシングビジョンのレコーディング中に、検証炎を患い、腕の痛みに耐えきれず、 本来自身が弾くはずだったパートを一部、PATA に代わりに弾いてもらった。この頃は連日お昼頃に、スタジオに入り、明け方に帰宅するという生活サイクルで、練習のしすぎがたたったようで、PATA 曰く、多分検証演になってたことは、他のメンバーは知らないと思うとのこと。ハイドのファンだったマリリン・マンソンが、ハイド本人に電話をかけるも、ハイドは、 変な外国人から電話がかかってきたと勘違い、してしまった。セスイホルス、エースーベニールフィルムザサイコミュニティリール、1フィルムザサイコミュニティリール、2XI'm As プレゼント、アグリーピンクマシンファイル1オフィシャルデータファイル、サイエンス英語合語イン東京アグリーピンクマシンファイル、2オフィシャルデータファイル、 サイエンス a 5号1 9 9 5 7クリップスハイドプレゼンツミックスレモネードジェリーマルヒエックスアイムアズプレゼント97ヒスインビンセブルデルッチエビデンスハイドエーストーリー1998ハイドラストワークス121日の奇跡アライブストパーフェクトステージ百万カッツハイドハイドハイドセブンティーンクリップスパーフェクトクリップスハイド エーストーリー1998ハイドラストワークス121日の奇跡キ,キスインビンセブルデルッチエビデンスアグリーピンクマシンファイル1オフィシャルデータファイルサイエンス英語ゴーイン東京アグリーピンクマシンファイル2アンオフィシャルデータファイルサイエンス英語5 1 9 9 6ンクリップスハリーゴーラウンドアライブストパーフェクトステージ100万カッツハイド ハイド、ハイド、エース・ベニール・テル・ m イ・フィルム・ザ・サイ・クミュニティ・リール、1フィルム・ザ・サイ・クミュニティ・リール、2・セブンティーン・クリップス、パーフェクト・クリップス、ハイド・プレゼンツ・ミックス・レモネード・ジェリー、1997.8、26オール、ナイト・クラブ・イベント・ハイド・ウィズ・スプレッドビーバー・アピア、1998トライバル・ジャ、ズ・アライブ・ウィー・ラブ・ハイド、ザ・クリップス、ハイド・フィフティース・アニバーサリー・フィルム、 ジャンクストーリーミュージックステーション、ツアーメンバーの名前、パートなどはほぼすべて当時の表記である。MG、X ・ハイドは、X 加入以前のアマチュア時代から長年、フェルナンデス製の木ンバードモデルを愛用していた。ハイドがフェルナンデスと契約した当時はすでに、木ンバードモデルの生産は終了しており、ハイドが契約時に、 木ンバードモデルが欲しいとリクエストしたことから、ハイのシグネチュアモデルとして、木ンバードシェイプが復活、再生産されることとなった。様々な構造、材、カラーリングのものが存在するが、ここでは、歴代のメインギター等、代表的なもののみを紹介する。本人使用モデルは、アクリルボディ等一部の例外を除きすべて、スルーネック構造。ちなみに、 ハイドの使用するギターのレプリカモデルが、フェルナンデス社から発売されている。アーティストモデルとしては、彼の生前、死後を問わず過去に例がないほどの驚異的な売れ行きを見せ、ここからも、ハイドというギタリストの人気の高さと影響力を、うかがい知ることができる。ファーナンデス FMG-175、アーミーパンサーバーニー MGX、グリーンハートバーニー MG、X プロトタイプその他。 ありがとうございます。